あなたは星の子。ハーマン・シュナイダー、ニーナ・シュナイダー文、シミヨン・シミン絵、佐野賢治訳。あなたの住所。自分の家のところ番地をあなたは知っているね。自分の家の番地や署名や市の名は小さい時から知っていたね。そして大きくなってからその町や市が何県または都道府にあるのか覚えたわけだ。あなたに来る手紙には例えばこんな風に宛名が書いてある。神奈川県横浜市保土ケ谷区蒲谷町347、高田三郎くん、高田真理子さん。それからあなたはその県が日本という国のあることを知った。そして日本から海を越えた向こうにはよその国がたくさんあることも学んだ。外国から来る手紙には宛名がこう書いてある。日本、神奈川県横浜市、保土ケ谷区、蒲谷町347、高田三郎くん、高田真由子さん。ずいぶん長い住所だね。けれども、それであなたの住んでいるところをすっかり言ったことにはならない。日本も、よその国も、地球という、大きなボールの上にある。だから、あなたの家のあるところを、もっと詳しく言うと、もう一つ付け加えてこうなる。地球、日本、神奈川県、横浜市、保土ケ谷区、蒲谷町347、高田三郎くん、高田真由子さん。地球、誰でも地球ってどんなものかなと不思議に思う。地球は本当に丸いのかな。本当にいつもくるくる回っているのだろうか。地球がボールなら日本と反対側にいる人間はどうして落ちないのだろう。地球がくるくる回っているならなぜ人間は振り飛ばされないのだろう。何が地球を支えているのだろう。地球はどこにいるのだろう。人々は何千年も前からこういう疑問を解こうとしてきた。そして少しずつ答えを見つけてきた。地球は丸いボールか。地球には平らなところもでこぼこしたところもある。高い木に登って眺めてみても地球はボールには見えない。どうして丸く見えないのだろう。地球が丸く見えないのはそれがものすごく大きなボールだからだ。小さなボールなら目で見て丸いとすぐわかるし、手で触っても丸みが感じられる。指はボールの形に沿って曲がる。しかし大きなボールだと指はほぼまっすぐ伸びたままだ。大きなボールでは小さなボールの時ほど丸みが感じられない。地球は途方もなく大きいから目で見ても丸く見えないし、手で触っても丸いと感じない。地球が丸いことはどうすればわかるだろう。地球が丸いことを確かめるにはその周りを一回りしてみるとよい。あるところから飛行機に乗って左にも右にも曲がらずまっすぐどこまでもまっすぐ飛んでいく。すると飛行機は最初出発したところへ必ず帰ってくる。
もし地球が平たいものだったら、元のところへ戻るわけがない。地球が丸いボールだから帰ってくるのだ。どうして人間は地球から落ちないのだろう。地球は巨大なボールで、その表面は陸と海からできている。人間は陸に住み、陸を旅行したり、船で海を渡ったりする。人間がどんどん旅行していって、地球の反対側へ行ったらどうなるだろう。人間は地球から落ちてしまわないのだろうか。落ちないなら、それはなぜだろう。人間は地球の上のどこへ行っても地球から落ちない。それは地球が我々を引っ張っているからだ。この引っ張る力を引力という。引力は常に働いて、ありとあらゆるものを地球の中心の方へ引っ張っている。引力は絶対休んだりしない。そして家でも石でも木でも、すべてのものを引っ張っている。あなたが立っているとき、足が地面についているのは引力のためだ。地面から飛び上がっても、引力がまた引っ張り戻す。ボールを手に持っているときも、引力はそのボールを引っ張っているが、手でボールを押さえているから、ボールは下へ落ちない。しかし、手からボールを離すと、引力のために下に落ちる。引力は地球上のどこでもあらゆるものを引っ張っている。日本でも、太平洋でも、南極でも、強い引力があらゆるものを引っ張っていて、地球からどこかよそへ飛んでいかないようにしている。地球の反対側へ行くと、変な感じにならないだろうか。この絵は、頭が下で、足が上になった人間がいる。本当に逆立ちをして暮らしている人間がいるのだろうか。この問題は、上と下ということがどういうことなのか分かればはっきりする。